メグロレンヒラノショー、夢の CM 共演で経済効果は桁違いに。メグロレン、キリンビール、晴れ風、CM で100万ケース販売。その人気の秘密とは、前年比230%アップ、ヒラノショー、サントリー、緑人ソダ、CM で証明した脅威の宣伝効果。広告業界において、メグロレンとヒラノショーという2人の若手俳優が注目を集めている。 彼らは共に27歳で、旧ジャニーズ時代から信仰が深く、今や個々の道を歩んでいるが、その影響力は依然として強力である。特に広告会では、二人の名前がしばしば話題に上がり、共演の可能性まで取り沙汰されるほどだ。メグロレンは現在、キリンビールの晴れ風の CM に出演しており、その影響力は驚異的だ。先月の商品発売日に行われたインスタライブで、 彼がファンと乾杯する姿を見た多くの人々が商品を購入し、その結果、わずか1週間で100万ケースが売れるという現象が起こった。この驚異的な売れ行きにより、一時的に出荷停止にまで至ったという。このような成功は単なる人気だけでなく、彼の影響力が幅広い層にまで浸透していることを示している。一方、平野紫もまた広告業界での影響力を発揮している。 今年2月からサントリーの「緑・ジンソダ」の CM に出演し、その結果、2週間で前年比約230%の売上増を記録したという。このような結果は、彼の存在が商品に対する新しい需要を生み出していることを物語っている。特に、これまでアルコールをあまり口にしなかった若い世代を取り込むことに成功しており、彼の CM 出演が若者にとって新たな消費行動を促すきっかけとなっている。 広告代理店関係者は、目黒と平野の功績について、単に商品の売り上げを伸ばすだけでなく、若い世代の消費行動に変革をもたらしている点に注目している。例えば、彼らの CM を見てお酒を飲み始めた若者もいれば、親に商品を購入するよう促し、その結果、親がその商品にはまるというケースも報告されている。このように、単なるファン層を超えた広範な影響力が、 広告主たちにとって非常に魅力的な要素となっている。さらに、二人はファッション業界でも注目されている。メグロレンはフェンディのアンバサダーを務め、平野紫はルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を結んでいる。いずれもハイブランドのアンバサダーであり、彼らが身につけた商品はすぐに完売するという現象が続いている。これもまた、彼らの影響力が広告業界のみならず、 ファッション業界にも及んでいることを示している。このような背景から、二人を共に起用したいというクライアントが現れているという話も聞かれる。事務所の問題やスケジュール調整など、現実的な障壁は存在するものの、もし二人が共演する CM が実現すれば、その経済効果は計り知れないだろうと専門家は予測している。しかし、ここで一つの問いが浮かび上がる。それは、 彼らの人気がどこまで持続するのかということである。メグロレンと平野省は現在、広告業界での成功を収めているが、その成功が一時的なものなのか、それとも持続的な影響力を持つものなのかは未知数だ。これまで多くの芸能人が同様の成功を収めてきたが、その後に人気が低迷した例も少なくない。特に広告業界は流行に敏感であり、新しい顔が次々と登場する中で、 彼らが今後どのように自分たちのブランドを維持し、さらなる高みに達するのかが注目される。例えば、SNS の普及により、ファンとの距離が近くなったことで、タレントのイメージ管理が一層重要となっている。SNS 上での発言や行動が瞬時に拡散される現代において、何気ない一言が大きな波紋を呼び、人気に影響を与えることもある。目黒や平野がこのようなリスクをどのように管理し、 ファンとの関係を維持していくかが、彼らの将来的な成功に大きく関わってくるだろう。また、広告業界全体がデジタルシフトを進める中で、彼らの役割がどう変わっていくのかも興味深いポイントだ。これまではテレビ CM が主流だったが、現在はインターネット広告や SNS 広告が急速に台頭している。特に若年層はテレビよりもスマートフォンでのコンテンツ消費が増えており、 メグロや平野がデジタルプラットフォーム上でどのようにブランドとのパートナーシップを築いていくのかが、今後の鍵を握るかもしれない。さらに、彼らの人気が国内だけでなく、国際的にも拡大する可能性も考えられる。日本のアイドルや俳優が海外で活躍する事例は増えており、特にアジア市場では日本のポップ・カルチャーが高い人気を誇っている。メグロンや平野翔がその波に乗り、 海外での活動を視野に入れることができれば、彼らの影響力はさらに広がるだろう。しかし、それには言語の壁や文化の違いを乗り越える必要があり、新たな挑戦が待ち受けていることも事実だ。こうした点を踏まえると、目黒連と平野省の広告業界での成功は、単なる偶然ではなく、彼らの才能や努力、そして市場のニーズに的確にいられた結果であるといえる。しかし、 これからの挑戦もまた大きく、彼らがどのように進化し続けるかが注目される。未来に向けて、彼らがさらなる成功を収めるためには、どのような戦略が必要か。それは、単に現状に満足せず、新しいことに挑戦し続ける姿勢が重要だろう。例えば、彼らがこれまで築いてきたブランドイメージをさらに強化しつつ、新たな分野にも挑戦することで、より多くの層にアピールすることができるかもしれない。 また、ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らの期待に応えるだけでなく、時にはその期待を超えるようなサプライズを提供することも求められるだろう。メグロレンと平野翔のこれからの未来に関する予測は、単なるファンの期待や業界の期待にとどまらず、広告業界全体に対しても大きな示唆を与えている。彼らが広告やエンターテインメント業界でのキャリアをさらに発展させるためには、柔軟性と革新性が求められるだろう。 特に、エンタメ業界がますます多様化し、デジタル化が進む中で、彼らがどのように自身のブランドをデジタル環境で強化し、維持するかが鍵となる。まず、デジタルプラットフォーム上での存在感をさらに高めることは、彼らにとって重要な戦略の一つとなる。現在、目黒と平野の影響力は主にテレビ CM や伝統的なメディアを通じて発揮されているが、 インターネットや SNS 上での活動をさらに積極的に展開することで、新たなファン層を獲得し、既存のファンとの関係をより強固にすることが可能となるだろう。例えば、インスタライブや YouTube などのプラットフォームを活用して、よりパーソナルな一面を見せることで、ファンとの距離感を縮めることができる。さらに、彼らの今後の挑戦として、国際的な活動への展開も視野に入れるべきだろう。 日本国内での人気が絶大であることは周知の事実だが、目黒蓮と平野翔が海外市場にも進出することで、彼らのブランド価値はさらに高まる可能性がある。特にアジア市場は、日本の芸能文化に対する関心が非常に高く、彼らがこの市場で成功を収めることができれば、さらに多くの国際的なプロジェクトやブランドとのコラボレーションが期待できる。しかし、国際市場への進出には、 いくつかの課題も伴う言語の壁や文化的な違い、そして新しい市場での競争にどう対応するかが問われるだろう。これを乗り越えるためには、プロフェッショナルなマネジメントチームや、現地の市場に精通したパートナーとの協力が不可欠だ。また、彼ら自身も異文化への理解を深め、現地のファンに対してどのようにアプローチするかを考える必要がある。これらの挑戦を克服することで、 彼らは国際的なスターとしての地位を確立することができるだろう。一方で、彼らが広告業界での成功を維持するためには、常に新しい視点やアイデアを取り入れる柔軟性が求められる。例えば、これまでの CM 出演においては、製品の魅力を引き出すだけでなく、彼ら自身の個性やキャラクターを巧みに活かすことが成功の要因となっている。今後も、単なる宣伝活動にとどまらず、 彼らがどのように自分自身をブランディングしていくかが重要だ。さらに、サステナビリティや社会貢献といった現代のトレンドにも対応した活動を行うことで、より幅広い支持を得ることができるだろう。例えば、環境問題や社会貢献活動に積極的に関与する姿勢を示すことで、企業やファンからの信頼を得ることができるだろう。最近では、企業も社会的責任を重視し、 サステナブルな活動に積極的に取り組むタレントを起用する傾向が強まっている。メグロや平野がこうしたトレンドを意識し、自らのブランドイメージに取り入れることで、さらに多くのクライアントからのオファーが舞い込むことが予想される。また、彼らが単なる広告塔としての役割を超えて、よりクリエイティブなプロジェクトに参加することも考えられる。例えば、自らプロデュースする商品やブランドとのコラボレーションを通じて、 新たなビジネスチャンスを開拓することも可能だろう。これにより、彼らは単なるタレントではなく、クリエイティブな発想を持つアーティストや起業家としての地位を確立することができるかもしれない。最終的に、メグロレンと平野翔がこれからどのような道を歩むかは、彼ら自身の選択と努力にかかっている。しかし、これまでの成功を踏まえると、彼らがさらなる高みに達する可能性は非常に高いと言えるだろう。 ファンや業界の期待は高まり続けており、その期待に応えるためには、彼らが常に進化し続けることが求められる。このように、広告業界におけるメグロレンとヒラノショの成功は、単なる一過性の現象ではなく、彼らの未来を占う重要な要素となっている。彼らがどのようにその影響力を維持し、さらには拡大していくのか、その歩みを見守ることは、私たちにとっても大いに興味深いことであり、 エンターテインメント業界全体にとっても大きな意義を持つだろう。